やばいよ、多分や当たってないです。これプラスのやつじゃないですか。パニックセブンのマッスルフォームです、お願いいたします。パチスロ専門家新之助と楽しむことには全力投球の井上由美子がホールで大暴れ。今回も己の意地をかけて熱く立ち回る。新之助のスロバカ with 由美子。明けました、おめでとうございます。新之助です。井上美子です。お正月気分は抜けてきたのかなと。はい、そんなこともないんですよね。1月も中旬ぐらいでもやっぱお正月気分っていうか抜けないんですよ、ね、はい、まだまだ抜けないんですよ。まあ温泉よかったわ。温泉行ってきた。行ってきたわ。あ、そう、那須、うん、栃木の那須まで行ってきたんですね。最高よ、あそこ電車で。はいはいはい、とにかく1時間で行けるから東京から。早いですね、意外とね。はいはいはい、それでいてサファリパークとかさ、はい、いろいろあるから。でちょっと行けばスキーもできるし。へえ、いやじゃあ楽しんでこられたようですね。これからこれからなんだけどな。これからこれからなの。まだ開けてないですからね、収録の時は。はい、ということで、はい、いう感じでシャープ1ではですね、はい、私キズナ、そして井上由美子が番長3打ってったわけなんですけれども、はい、私の方がひどいテーブル朝一選んでまして、ね、言っちゃってましたね。 BC10 回、はい、で最終的にまあ高継続率をものにしまして、はい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 、投資本数でいうと46本いく行きましたけど、もう半分取り戻してます。すごっ、はい、いやちょっと見えてました。でもって、はい、おそらくモード C モード D 期待できるよね、あれね。あ、行ってるってことですか、最初降格スタートとか。うん、でそこでもう一発1000枚持ってこれれば、うん、まあトントンまでは持ってこれるぞと。でその後どうしようかっていうところでは設定が微妙、はい、うん、赤外れは 出てますけど、だからそれ出ちゃうとだから高設定に期待しちゃうわけじゃないですか。なかなか出ないですから、それ低設定だと。5倍だからね、うん、あるんじゃないですか。なんとも言えない、この後の挙動。だからまだ打ち続けるってことですね。いや、青が先行してて5しかないのよ。じゃあまあもうちょい様子見てっていう。様子は見るけど多分やめる可能性の方が高いと思う。あ、本当ですか。であれば通常マギカ入ってるマドカとか、うん、あとそれこそユミちゃんが辞めた後の番長3とか、それ言っちゃう。あ、でもシンさんだったら出せるかもしれない。一応私打っていく中で、あのおそらく強制書き換え入ってます。5と6が引きやすい。いや本当に何も引いてなくて、そのままチャンス目から対決行って、でもう勝利確定選ばれるよりは書き換えの方があるじゃないですか、まあね、まあ、5、6だったらね。6は16分の1、5で24分の1とかでしょ、はい、薄いですけど、まあ、4、5、6の時に薄いとこ引っ張る、でも薄いとこは分かんないからな。ただ1個弱いとちょっと何笑ってるか聞いてくださいよ。語るようになったなと思って。語りますよ、そらそら。10年前はもう私何も分かんない、蹴りは出せますみたいなキャラだったのに、ね、強制書き換えが5、6はみたいな語ります。大人になったね。もう何年経ってると思ってるんですか、新さん。10年。あ、そっか、10年ぐらい経ってるのか。どうすんの、マドカの末尾に行けばいいじゃん。2と8だから、8ないから、2だから言われてましたけど、来てないから。分かんないじゃないですかね、新さん。結果的でしょ、結果論でしょ。そう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 、末尾にね、うん、でしたよね。あなた最初に抑えてたら一番出てるもんね、今日ね。はい、いやだから怪しいなと思って後ろずっと見てましたけど。見てたの。見てました。ホモナ部屋も結構移行しててね。ミスターだ。何見てる。かわいいね。見てました。もう地蔵のようになったくせんね、前半ね。もうやめたいってなったからだよね、ようやく見に行ったのね。ほんとかわいいんだから。早く回したいなと思って、うん、回してないなと思ったらちょっと次行こうかな。すごい。だからマドカはね、8台あって3台通常マギカ引いてるからすごいよ。いや多分そこ当たり島かなと若干思ってたんですよ。で1台今空いてるから、そう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 、通常マギカ引いてる高いがね、うんうん、ワンチャン6なくて4、うん、期待して打ってもいいのかなって。そうなんですよね。そうなんですよね、はい、ちょっと移動しようかな。じゃあただあれだからな、負けたら分かってんだろうな、敗因によっては罰ゲームだからね。新井さんもですからね。いや俺だって分かってるよ。よしよし、来た。
勝ちます、まくります、頑張ってちょっと取り返します。中止的に負けても立ち回りが正解ならありだからね。うん、今んとこミスってるよね、踊らされてるもんね。いやまあ結果的にはね、踊らされてる、結果的にはね結果的には踊らされてる感はちょっと若干ありますけれども、頑張ります。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。今回撮影にご協力いただいたのはこちら、国道17号戸田橋付近、埼京線浮間舟渡駅から徒歩8分、ガーデン板橋店。皆様のお越しをお待ちしております。影響としましては投資46本から1300枚、おおむね半分取り返して、終了後壇上屋敷スタート、モード C 以上が期待できるシチュエーションでの勝負という感じですね。ちょっとシンさん、え、私どこ行ったらいいですかね。いや、窓かの3番目うちね。じゃあ行きますね。じゃあ3番目に座りたいと思います。その言葉をちょっと待ってました。一応シンさんに大移動していいか聞きましたからね。私がまた移動して一人で移動してたら多分何か言われると思うんで一応聞きました。あ、そういえば教えとくの忘れた。とにかく弱中の出現率を把握しておいて。わかりました。あと追加からのマジチャレ突入。わかりました。それだけでいい、それだけでいい。まあそれぐらい知ってますけど、優しいっすね、優しい、心配してくれてる、優しいなあ、バシンさんは。およよ、さあ、スイカ2回目でございます。およ3回目でございます。だからのマジカルチケットチャンスゾーンの当選はいかに、勝ってんじゃないか。はい、どうも。ただこれ2回引いて後の方だと思うんですけど、 CZ 入りました。276ゲーム、スイカ。はい、じゃあ行きましょう。あと1回、チャンス目、だけど、あ、長くハマっての当たり。何ゲームでしたっけ。なんだよ、どうしたんだ、なんだよ、どうしたんだって、何調べてんだよ。なんか調べてるよね、マジチャレで何かを調べてる。 CZ 天井って何ゲームだったか覚えてます。何、どうしたの、何あの画面で止まってんの。こんだけ時間使うなら俺んとこ来いって話ですよ。あいつ何やってんの。ピックルお願いします。やりました。はい、311ゲーム、チャンスゾーン、30ゲーム以上ハマりからの、ボーナス当選です。
かわいいな。お願い。当たるよね。はい、141ゲームですね。はい、いただきました。AT 確定。はい、1ベルでございました。さあ勝負、ここで1000枚でプラだな。前半戦46本投資ですごくビハインド、逆風の中打ってましたけど、今はもうそれ忘れて持ち球1300枚、ちょっと高設定も期待できるよっていう台を打ってる感覚なんで、気持ち的な余裕は全然ごめんね。3人3になったんで継続期待度は高かったんですけど、今日は月が綺麗だねと、とりあえずマギカラッシュには突然ならず、引き続きちょっと頑張りますけど、とりあえず3回、スイカ引いての中での水セット以上当選したので、やっぱり悪くないのかもしれないですね。あれ、あれ、詳しくないんだ、マドカマギカは。シンさん聞こうかな、じゃあ。さあ、来い。いや、円でもいいよ。二面待ち。お、うまい。なになに。シンさん、ね、窓マギってボーナス1ゲームであります？あるよ。あのマジチャレ中にゲーム数到達したの。そうそう。だ、そしたら1ゲームで出てくるから。あ、二つ？その場合は2つ出てくる。あ、ビッグがいいですね。さあ、ありがとうございます。ビッグボーナス二つ目です。どうした、高い、行きましょう。ここで
がとうございます。ありがとうございます。はい、マイカラッシュ当選しました。時峠スタート。お、狙い台が開いたな。あ、ないよな、6ではないよな。これ、はい、頑張ります。さあ、これで、どうやって乗せるか。いや、ワンチャンありますからね、ほんと全部帰ってくる。おろおろろろろ、え、おお、はい、ええ、これ野良で出てきたの。ダブル揃いしました。あ、ダブル揃いしたの。いやいや、そんなあっさり、あっさりそんな、ウィー。で、この台なんですけども、番長3、5台あるうちの右角の台です。右端の台で、今日全体を見て右角の台がすごい強いんですよ。絆の右角はちょっと揉まれちゃってますけれども、まどかの右角はもうゴリゴリの6で、サラリーマン番長の右角ももうすごいんですよ、ゴリゴリで。凱旋だけ朝一1200ハマっててリセットしてるんだったらって考えたのね。結局仕事だと1000超えるじゃない、 10% で。それかみたいな。で、まあユミちゃんそれを見て据え置きがあるって言ってるんだろうけど、仮にその右角を固めてるっていうあれだったらありかな。やだやだ、頑張って。あー、嘘、終わっちゃった。25ゲーム復活あり。まあ、セーフ。よっしゃー、赤たら、あー、青だ。あー、ありがたい。いいよ、カノメマドカです。これ80%ケースがあるんじゃないですか。立って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 、おいおいおい、あー、はい、ということで一応プラス80ゲームで終了になりました。はい、9ゲーム目。で、対決中ですけれども、とにかくレバーでベル、5分の1のベルを引けるように、叩く。で、ベル引いてるものとして五感を研ぎ澄ませ、6択のベルを当てに行くと。これ当たってますね。
あーしまった、5分の1を引く、5分の1、これベル弾けてたんだけどね。これは弾けてない。これも弾けてない。そう、バッテリー、あ、マジで、ちょっとマジで、ちょっと待って、これだけどチャンス目がさ、ちょっとこれ終わったら行く。まあ立ち回りとしてはもうこれがこれ以上ない。さあ番長移動して当たらずやめ、しかも14ベルとかっていう中途半端なところでやめましたけど、っていうのもこの台ずっと朝一から見てて弱チェの落ち半端なく、通常マギカあり、マギカの引き戻しあり、天国移行 C のもうまたとない挙動でしたんで、打っていきたいと思います。もうこれしかないですね。さっきの番長3はちょっと17ベルから対決にすぐ気持ちよく移行したかっていうとしてなくて、最初の絆と同じようにちょっと微妙なところも少なからずあったんで、このより確実性の高いこの台移動しました。はい、煽りが全然なかったね。安定だね、もう安心感があるよ。いやだけどちょっとここで調子に乗っちゃうとね、ハマっちゃうからね。私に任せて。よし、サンキュー。ツツツツ、勝ち組マンですよ、勝ち組マン、勝ち組マンですわ。いやていうかお店大したもんだわ、うん、これ俺じゃない、ちゃんと使ってるから積もれるっていう話で。これはちょっとしっかり逆転したいね。問題があるんですよ、私、まあ、ネット番組とかだと魔法おじさんという番組やってまして、結構な勢いで窓が打ってるんですけど、どうやってこの窓マギカラッシュをねやっていいかが分かんないっていうね。今だからどうやっていいか分かんない中でチャンス目を引けたのはかなりな収穫なんですけれども、まだある？全長中8点、赤い影のマンション、頼む頼む、よし勝ちました。ゲーム数はい、レギュラーボーナスです。すごー
はい、ということで147ゲーム783枚もう1セットとかあればラッキーですけど、薄いところを引いた割にですね。はい、ゲーム数解除残り50迫ってれば続きますけど、続かないのが僕なんですよ。これ魔法師さんになるとですね。あっちゃぱお姉ちゃんを口説いたりはするの？そこでマイタウンでは、なるべくやらないと。マイタウンどこだ？マイタウン川崎です。ああ川崎、はい、はい、最高一晩いくら使った？あと館内ですかね。ああ館内ね、伊勢崎町ね。23ぐらいです。おお、23万一晩使った。一晩で、はい。好きもんやね。しかも僕ずっとコーラなんですけど、コーラが相当な料金していてコーラだけで3万円ちょっと入ってたんですよ1本いくらするんだろうと思って、逆算したら1本5000円ぐらいするんですよ。そこそこのぼったくりでした ね。お前だからそっちばっか見てたって思う。すいません、本当にすいません。ちょっと、はい、俺の方見れないもんだから、ゆみちゃんを見るわけよ。いやだんだんさ、こうなってくる。そうですよね。もし今日、このトークでいいなと思ったら、はい、しんのすけチャンネル出してあげてください。もしお友達になれたら。しんのすけチャンネル出たい？出たいです。あ、出たいんだ、はい。最後判断してください。じゃあ何ができるか。得意分野は、リズムキープですかね。マッスルのリズムキープ、はい、ダンスが上手です。おお、なるほど。そうですよね。ちょっと待って、いや私知ってますけどね、一応マッスル私めっちゃ引っ張る。いやダンス、ここでやらすの？ここでやるんですか？ここでやらすの？ダンスのが得意なんですよ。いいよ、やって。いいんですか？これが一応オーディション。やってやって。ただ僕今右足がすげえ痺れてるんですよ。いいよいいよいいよ。大丈夫ですかね？大丈夫大丈夫。かなり痺れてるんですよ、右足。大丈夫大丈夫。本当に今痺れてるんですよ、しんさん。だからこっち見ちゃダメよ、そこカメラあるからさ。落ち着いてていいですよ。はい。たぶんこれ結構長めのやつなんですよ。結構長め。正座してたから。はい、今。じゃあまっすぐリズムキープよろしくお願いします。行きましょう。なんかリズムがないと。まあ合格かな。合格。ダメな空気的にいいっすか。いやもうだからまあとりあえず やるだけ大したもんだと思いますよ。じゃああれですか、今回。私がお友達紹介っていう形で、いやだから合格でいいですか。もうなんかね考えてるんですよ、こうゲストライターっていうか、はいはい、ゲスト演者をいっぱい招いてね、はい、それ面白そうじゃない。もう全然。ありがとうございます、はい、もうじゃあ今回じゃあ4名でいいっすか。もちろんです。新さんとできるのであれば、はい、じゃあ握手して。じゃあ全然よろしくお願いします。お願いします、はい、もういつになるか分かんないけどね。はい、もういつ流れるです。あの築地に事務所あるんで。あ、はい、築地まで来てもらえれば。わかりました。はい、ありがとうございました、はい、ということで今回はお友達成功ということでまたお会いしましょう。あ、お友達、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今回撮影にご協力いただいたのはこちら、赤羽駅より徒歩3分ロバタン魚。本物のお魚を楽しみたいならここへ。よし、あちぃせー。
カじゃ弱いよ。マジかよ。お？あ、まあこれは32ゲーム以内のゲーム数回数を選んだんでしょう。すごいね、絶好調でもないか、マギガラッシュ入ってないから。ちょっと井上由美子城がプンプンモードになってる。プンプンモード、ほらちょっと待って、あの顔見てあげてよ、ちょっと映してあげてよ。ほらものすごい、もうなんか餌を取り損ねたメスライオンみたいな。なんすか、餌を取り損ねたメスライオン的な。なんすか、え、いや、なんでもない、やっちゃう。え、なんすか、うわ、今現在600ゲームゲーム数で当たってください。おい、あれ、ゲーム数での前兆、あ、怪我でたまる、そうだ、緑、おい、熱い、あ、違う、チャンス目だ。まあまあ大丈夫でしょ、さすがにチャンス目、チャンス目で、あ、このゲーム数で、まあ、緑のセリフは出てたので、そっちでも当たるかもしれないし、チャンス目で、これからの方で当たるかもしれないし、タイトル花火とかほい、こねー、タイトル普通だ、ほい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 、おい、全然ダメだったじゃないですか、向かい喜びや。あ、まだあるか、まだあるか、こっからか、これがチャンス目ですか、発展、あ、ペナビゲラ、さっきのチャンス目で書き換えた、チャンス目、チャンス目、チャンス目、今もう本当に襲いかかりそうな顔してたよ。おーそっす、ありがとうございます。めっちゃ湿ってんすよ、ベタベタやんけ、ベタベタやんけ、めっちゃ湿ってんすよ、あ、こっちもすごいです、ほら、あ、サラサ、あ、なんかベタベタしてる、なんでそんなベタベタしてんの。いや、やっと当たりました、長かった、狙ってね、しゃあ、お、やべ、99いってる、やべやべやべ、ダメ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 、99いってんじゃん、ダメダメ、狙います、頼む、うめえな、おい、ありがとうございます、またダブルなの、え、降格中、降格中、あ、降格じゃない、そうだ、え、そうですわ、通常時はやばい、通常2万分の1とかだよ、1万6000とか、結構薄い薄い薄い、見てあのドヤ顔ね、ほら今度はメスライオンが
なになに、ごちそうすぎてちょっともう、え、美味しいんですけどみたいな。何、ほら見て、え、何、美味しくてどうしようみたいな。え、なになに、聞こえないんだ、何言ってんのか。そういうとこまた引っ張ってきました。はい、ワルプルギスの夜、広角中じゃ確かになかったからすごい薄い確率のところを引いてきました、ダブルライン揃いなので、まあ、さっきと同じくマギカラッシュと、ワルプルギスの夜、こちらが2つ確定になりまして、一応ワルプルギスの夜が 70% 以上の計測。やったよ、俺転生したよ、転生。お疲れ様でした。もう転生したのが何より嬉しいよ。より一層艶やかになったね、俺の京子が。はい、おらちゃまーす。これもしかしたら最後のチャンスかもしれないんで、ここは井上由美子の力が試されるよ。どうすこーい。よっしゃ、あーおめっちゃ目押ししてたよ今、めっちゃ目押ししてた。おい、おう、梅、これはありがたい。青でしたけど、なんか展開一緒ですけど、伸ばしましょう。キャッチ、Thank you。 マスク、やまられた。チャンスメー、チェリー来い。これが通常時4回目のスイカ。6であれば 30%、 これで4の1。71ゲーム、マジカル解除でございます。マジカル解除、だからそれこそマドカが、いや9台あって4台ぐらい入ってそうですよ。下手したら5台入ってても。よし。はい、チャンスがからの。ストロング。
よガール。当たんな久しぶり。やべアロー出てる。ああ。おい。ストロングアロー。新さん、今アロー聞いた？ストロングアロー、ストロングアロー。俺これやれば得意なのよ。だいたい揃えるんだね。まだよ、まだよ、全然まだよ。いや、狙っていきますね。一回引いたらいいのかと思いきや、もうまだまだやってますから。あら怖い。ここは立ちまして、さあここから頑張ろう。そう、すごい。20、地道な積み重ね。やった、いえ、赤決着をつけましょう。よっしゃ、よし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 、いいよ。あー、出ちゃったな。これ謝れるパターンのやつ。ごめんなさい。 Oh no。 はい、87ゲームまあまあ助かりました。これで、またまた振り出しに戻ったというか、最初始まったゲーム数ぐらい復活しました。いけるかもしれないっす。こうやって何とかちょっと上乗せをさらに重ねていければ、あと500枚、枚数的にはプラマイゼロになります。あと500枚、あと500枚欲しい。きちだ。13ゲームのことある、引き戻し、まあ、ゲーム数解除の可能性もありますけど、ただゲーム数解除だったらさっきのマギが続いてるんで、ってことはこれしかないよね。ゴリゴリやんけ、ゴリゴリやんけ。ナイスだ。お、やったね。十分。はい。ああ。あら、何この安定感。ああ、大変。
返信いただきました。私に任せて。はい、引き戻しでございます。半端ないです、マジで半端ないです。怖いよね。言うよね。なんかして、窓が好きなんですよ。結構打ってるんですけど、毎回ね、ここまで持ってってしょっぱさを拭いされない、拭いきれない。だからね、トータルで見ると僕すごい負けてるんですよ、窓が。さあ、ワルプル来るか、ジェットラッシュしとくか。おい、ああ、バス多い。おお、やった。ありがとうございます。おい。これはいただいた。帰ってきた。今日罰ゲームないっすわ。今日は罰ゲームとかじゃなくていいと思うよ。立ち回りの正解をもう完全に2人ともしてますんで、すよ。だって間違い、だってこの台打っててもコイン減ってるし、さっきの台打っててもコイン減ってるし、まあ、この台で実際ピークよりちょっとまだ減ってるけど、お互い勝てればいい。もう形になってることは間違いないわけだから。ほら、もう終わんないって、終わんないって、終わんないやつになってきたから。何ゲームあると思ってんの。ほら、67あるよ。ゼロだったのさっき。で1481枚ゲットです。ということでこれで、プラスで終了ですね。全然悪気配がないですよ。楽しいな、窓か。シンさんがまた最後スパートかけるんだ。早く、ちょっと、いつも遅いから、ほんと。何何、
まあちょっとじゃあ私はプラスをキープしたいと思います。お疲れ様でした。ついに勝負どころが来ました。ワルプルギスの夜でございます。やらせないわ。危ない。まあ、やられんねそんなんで。あら、あらららららら。まあ、ともあれ、ようやく窓が全部できましたね、やりたいやつを。終わりかな。終わりません、すみません、ほんとごめんなさい、ほんとごめんなさい、終わんないですよ。ちょっと本当ごめんなさい。全然ちょっと安定なんだけど。さあまたしても夜の帳が落ちました。しんのすけのスロバカウィズユミコということでですね、はい、ただいまの時刻が6時過ぎということで8時間実践でございました、はい、だいぶ長かったですよ、また最後がねいつもまあね、まあ、やっぱ正解の立ち回りするとああいうことになるっていうのはね、やっぱパチスロっていうのは13時間基本のスポーツでございますんで、まあまあまあそうですね、うん、我々やっぱりその6時間の定時っていうところ、はいはい、来店業務であったり取材業務であったり収録業務っていうのは6時間定時っていうところですけど、はいはい、ただやっぱ8時間打たしては負けないですよね。負けましたけど負けとるやん、シーさん負けとるやん。これを見て負けたと思う人は多分もうパチスロやめた方がいいです。そこまで言う？言う言う言う。まあでも、うん、まあでも勝ちですよね。最後良ければ全てよしみたいなところありません？だから最終的に僕マドカの6積もってるんですよ。はい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 。間違いないです。あれ6じゃなかったら坊主します。本当？ええ。本当？あれ6だよ。6。いやでも私のも悪くなかったです。やっぱり審査見てくれてたから。そう通常マドカはマギが入ってたんで。うん、マドカは本当に全体4-6って言ってもおかしくないぐらいの手玉感で、ね、すごい良かったですよ。だいぶで、ね、朝の作戦会議のあれがもう大正解だったってことよ。それはあとやっぱ番長行っちゃったっていう。だから今ほら広告宣伝規制とかうるさいじゃないですか、はいはいはい、ただお店の人はお店の人でやっぱ商いに誘導するっていうのは当然なんですよ、まあ 考えてね、考えちゃいないんですよ。考えてって思うから踊らされる。そこなるほどですね。え、罰ゲームしたいの？いや絶対嫌です。いや今日はそれ免れたって言ってますから。だから前回のあれを見ると、はいはい、最初まどかの一番今日出てた8000枚出てた台に座ってるんですよ。まずみにっつってましたよね。そう、うんうん、言ってます、ね、はい。で、はい、店員さんがいろいろほら慌ててたから朝、はい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 、誘導番長空いてますよって誘導されたが、はいはいはい、ままにあなた踊ってって、はいはいはい、番長って言ったじゃないねえバカな子みたいじゃないですか、うん、ただそれがみんながすごいパチンコパスロンに対して信頼を失ってしまうポイントでもあるんですよ。なるほどね、なるほどね、うん、なんだよ店員が言ったからっていうかもう、うんうんうん、完全に敗因がもう人のせいになっちゃってるわけよ。まあそうですね、自分でね、うん、そうやらないといけないですよね。やっぱその自分で完結していかないとっていうところでは、はい、うん、ちょ負けに持ってかないでマジで本当に持ってかないで誘導しないでください。収支は？え、収支、うん、言いますか？投資が？ですね、投資が25本でございます、はい、で、はい、回収が1391枚で枚数的にもプラスで、で、一応26本回収になりましたのでプラス1本でございます。かっこいいよ、完璧ですよ。どうでしょう、今日勝ったでしょ、よかったでしょ、しんさん。だから、ね、いやあなた勝ちでいいけど、はい、次回ちょっと泳がせっから俺自分で、うん、もうすごい立ち回りしちゃいますよ本当に。
で、シンさんは僕46本使って、はい、3、4回収12本マイナーということは負け、負けですけど、これを負けと言うんだったらあなたたちバスルやめた方がいいからちょっとさ、いやまあまあね、立ち回りは上手かったから、いやもう正解だよ、あんなの、あんなの正解以外何もでもないよ。まあそうっすね、今日一応3台移動して、そうそう、絆から、まあ、番長行き、うん、で、スロット魔法少女マドカマギカの角台が、まあ、6だと言ってて、そこ空いたから速攻移動しましたもんね。ええ、ああ、うん、移動したの何今聞いてました？聞いてた聞いてたよ、聞いてたすか、なんか聞いてたよ、足触ってもらってたちょっとかわいい聞いてて、そうそう、え、だからその立ち回り自体はすごい良かったですけど、まあ、でもマイナスだからな、負けは負けなんじゃないですか。あのさ、はい、したら俺マジでボーイングとか買ってっかえ、な、なに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 、もし負けないでいられるんだったら、はい、ボーイングとか買ってるから。ボーイング、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 そうでしょ、そうでちょっとやばくないですか、あれって、はい、レンタルできるんだよ、ボーイング買って、航空会社のレンタルです、はい、だから JAL とか ANA とか、はい、ボーイングいっぱい持ってるように見えるじゃない、はい、あれレンタルで大企業から借りてんの。知ってた？知らないです。ちょっと夢だよね、 JAL にちょっと俺ボーイング貸してんだよねみたいなかっこいい今度使っていいよ本当に、俺もびっくりして、びっくりするでしょ。え、だから勝ったっていうことでいい？いいです、今回はもう皆さんの参考にしかならなかったと思うんで、私もそういう立ち回りをじゃあ心がけて、負けても、そうそうそう、だから次回泳がせっから、はい、ね楽しみだよね。で、6台横まで見る役がいないと、私ちょっと、私見とかなきゃいけないじゃないですか、周りを。いや、いろいろ言うからさ、やっぱ、はいはい、ほら、やっぱり年月を重ねてきてるわけでしょ、キャリア15年選手とかになってるわけでしょ。14年は、はい。そうするとやっぱりなんか言いたくなっちゃうわけじゃない。はい、そうですね。メスライオンがもう餌を探してうろ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 してこれで、ワルプルかなんか引いた時のあの満足、食べました私みたいなね、すごかったよね。いやもうほんと、はい、おしまい。だからまたほらねえ、なになになに、それで切るのなんか寂しいの。次に、じゃあ今日は2人とも勝ちということで、はい、終了でよろしいでしょうか。ありがとうございました。はい、じゃあまた来週。来週じゃないから、え、何、2週後だろ。あのね、CS とかって来週って言っちゃいけないんだよ。そう、また次回とか言わないと、はい、結構どこで使われたか分かんない。そうそうそう、じゃあもう一回お願いします。また次回、じゃあお疲れ様です。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、火曜水曜配信、ウイチと光の面白いテレビ、毎週木曜配信、魚作ならせの月とすっぽんぽん、エゴやつまんないな、第1第2金曜配信、サギサギカップ最新大会、ガーンと見したら終わってますよ、終わったよね。第3金曜配信、ガリゾートわさびの川崎未公開シーン、なんか言っちゃった、言っちゃったよ、前回メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。